政治の役割って何なんですかって言ったら、まさにお金を稼ぐ人とお金が稼げない人を調整するのが政治の役割です。これが政治の基本中の基本です。今の自民党政府はどうこうとか言いますけど、選挙に行かない人が多いということは平和な証なんです。これをね、その選挙に行く人たちは、投票に行かない人がダメなんだとかこういろいろ言いますけども、だって選挙に行く必要性がないからですよ。これがもしね、自分の友達が倒れてる、家族が病気になった、医者に連れて行く、救急車呼んでも、あんた税金払ってないから救急車行きませんとかって言われたら、初めて政治に関心持つんですよ。投票に行くんですよ。7万円ね、支給しようという法律を機能通したわけですね。でそういう形で最低限の生活をされてる方、厳しい方にはちゃんと福祉を提供してるから、全然岸田総理でいいと思いますよ。だって投票に行かない人は別にいいじゃん、今のままで。で今のうちに、この間もなく中国がむちゃくちゃなことをしてくる、あるいはアメリカの方が先制攻撃する、第三次世界大戦がもうすでに残ってるのかもしれないし、そういう可能性ってめちゃめちゃ高いわけですよ。日本人の所得の変化っていうのね、これね、今日もなんか、立憲民主党じゃないや、国民民主党の玉木さんところの、前原さんなんかが独立して新しい政党を作るって言って、5人でなんか独立してやってましたけども、日本の所得層の変化とか、所得の変化に気づいてるかどうかなんですね。で、中間がいなくなるんです。ここすごく大事なんです。日本というのは、総中流階級という形で育ってきました。ずっと、戦後の昭和、高度成長期、ね、中卒が金の卵と言われてですね、真面目に働く、勤労すれば、漁師をする、農業をする、あるいはサラリーマンとして働く、真面目にコツコツやっていれば、それなりの所得が入って、みんな中流なんだ。ね、三種の神器と呼ばれた、ね、なんだ、テレビとか、いわゆる車、でカラーテレビ、向こうのやったかな、エアコンかクーラーか。で、その前が洗濯機と冷蔵庫と、なんかかな。そういうね、みんなが横でこう同じ生活、まあ江戸時代からある意味続いてるわけですよね。要は人口のピラミッドで言えば、真ん中がすごく多くてですね、であまり貧乏な人が少なくて、大金持ちも少ないという、ちょっといびつなこう構造、人口構造だったわけですね。とにかく中間が多かった。だから労働組合から応援されていた社会党、まあその名残が今民主党、立憲民主党とかになるんですけども、それが政治的に強かったわけですね。ところが、まあ小泉純一郎さんあたりが出てきた頃から、もう労働組合なんかがどんどんなくなっていったんですね。非正規の雇用体系が出てきて、終身雇用っていうね、年功序列終身雇用、真面目に長く勤めたら、給料が勝手にね、年とともに上がっていって、定年まで安定して暮らせる、定年後も年金で暮らせるっていう社会はもう崩壊しています。これは崩壊していると言い切って大丈夫です。だから最近の若者たち、いわゆる就職をしていく人たちっていうのは、企業に就職して定年退職までいようなんて人たちはほとんどいません。そんな発想を持ってないんですよ。もうトヨタですら20年後にはなくなるだろう、下手したら10年持たないんじゃないかって言われてるわけですね。それはガソリンのエンジンが、いわゆる石油を使ったエンジンからどんどん電気エンジンに変わっていってる、モーターに変わっていってるとからしてもですね、トヨタが本当に20年後をですね、日本の基幹産業として残ってるのかどうかわからないわけですね。だからこのね、日本人の所得の変化、普通の人がどんどん減っていくよっていうことは、政治家としてはすごくここ見とかなきゃいけないんです。でその真ん中の人がどん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 、これは社会の経済的に底辺に落ちていきます。ここに関しては仕方がないです。仕事がなくなっていくからです。もっと言うと、分かりやすく言うと、単純な仕事がなくなっていくからですね。単純な仕事って何ですか？例えば車を運転する仕事。今タクシードライバー、東京都内すごく給料上がってますが、このタクシードライバーの仕事もやはり AI の進化とか、いろんな進化によってドローンの進化とかでなくなっていくと言われてます。自動運転に変わっていくと言われてます。いろいろなものがね、コンビニとかのレジとかも今自動でできるようになって言ってますよね。キャッシュレスが進んで、どん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 、例えばレストランとかでも最近ね、ロボットが運んできますよね。だからどん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 ね、こう単純作業しかできない人は減っていくんですね。そうすると能力のない人はどんどんどん仕事がないところに落ちていきます。
いわゆるセーフティーネットといって、国からお金をもらわないとやっていけない人がどんどん増えていきます。でもこれは決して悪いことではないです。むしろ喜ばしいことだと思った方がいいです。今まではテレビに洗脳されて何か仕事をしなきゃいけない。だから嫌な仕事をでもやる。仕事をしていることがすごく評価される時代だったんですよね。だから仕事をしろって言われて、ね、NHK の集金の仕事をしてるやつとかもいたわけですよ。社会に対しての悪でしかないんですよね。でもそういうね、いやいやの仕事がどんどんなくなっていってですね、人間なんて生まれてきて働く必要性があるかないかって言ったら、どっちでもいいんですよ、そんなの。他の動物見たらそうでしょう。仕事してる動物って人間だけじゃないですか。とすると、本来楽して楽しむために文明って発達してるわけで、仕事をしなくていい人が増えることは決して悪いことではないっていうことですね。でも世の中は仕事をしない人と仕事をする人がどん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 差が広がっていきます。それはパソコンとか、まあいわゆるインターネットであるとか、これから AI がどんどん進化していきますから、仕事をする人としない人の差がどんどん広がっていく。もっと言うと貧富の差はどんどん広がります。これもう、格差とかそういう話じゃないんですよ。こう止められないです。賢い人は、どんどんスマホなりパソコンなり使って情報を得て人脈を広げ仕事をどんどんしていきます。でも何もしない人、そこからついていけない人はどん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 その高度な仕事についていけない。だからその中間がなくなって、明確にお金を持ってる人、お金を持ってない人の差が、そのあれがどん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 広まっていきます。じゃあそれは僕は不幸なことだとは思っていないです。で、3つ目、政治の役割って何なんですかって言ったら、まさにお金を稼ぐ人とお金が稼げない人を調整するのが政治の役割です。これが政治の基本中の基本です。昔は政治なんてなかったです。動物も政治ないですよね。おそらく紀元前にそのね、石斧を持ってマンモスとか追いかけたところに政治なんかなかったんですよ。政治っていうのは、いわゆる富っていうのができてきてね、こうやって稲種をまいたら野菜ができます、米ができます、米をこうやって炊いたらご飯になっていきます。そういうことを考えた人が年貢をね、納めさせるために知恵を出してあげたんだから、できた米をよこせとかっていうことが始まってから政治って生まれてきたわけですよね。貧富の差ができてから政治っていうのは生まれてきてるわけですよ。で、この政治の役割っていうのは、お金を稼ぐ人から稼がない人にしっかりと回してあげることが大事なんですね。なぜそんなことをしなきゃいけないかっていうと、お金を稼ぐ人がどんどんお金を貯め込んでいったら、稼げない人がどんどんこれ攻撃に行くわけですね。打ち壊しとか百姓行きとかって言われる、そういうことになるので、お金を稼げない人も楽しく生きていけるように、稼いだ人が政治という形で税金を徴収して、稼げない人に福祉を提供している、まあお金を提供していくっていうのが政治の基本的な役割なんです。だからこのね、中間層、これまでここが多かったから、日本の政治って中間層を守る政治をやってきてるんですけど、それはそもそも政治の役割ではないんですよ。政治というのは生まれながらにして障害がある人とかね、まあ要はまともに働いてお金を稼げない人っていっぱいいるわけですね。途中で病気したり怪我したりとか、僕も人のこと言えません。いつ自分で稼げなくなるかわからない。だから政治がそういう人たちに死ねというんじゃなくてね、福祉を提供する、いわゆるお金とかものサービスを提供する、それをやるのが政治の基本中の基本なんですよ。ここを忘れちゃいかんのですよ。もちろん国民を守るための外交とか防衛とかも大事ですけども、基本は政治っていうのは富の循環をさせるってことですね。富の再配布が正しいですよね。これが大事なんですね。もうクソ真面目な話をしてますけど、4番目、今日本のね、日本って平和ですかって聞いた時に、多分平和って答えるんじゃないですかね。これ平和の反対は有事です、まあ、戦争をしてる状態とか有事なんですけど、もっと分かりやすく言うと、平和っていうのは戦争で死んだりとか餓死ですね、飢え死にしたりする人がいない状態は平和なんですよ。病気で倒れましたとか、その辺でね、ポンとちょっと自転車でこけて、なんか足の骨折ったか分からない、救急車呼べるね、お金ないから、お前金持ってるから救急車呼んでいいか、救急車代出せるかとかって聞かなくても、日本は誰がその病気や怪我をしても救急車呼べるんですよ。
お金がない、あるないとか確認せずに、ちゃんと医療行為が行われるんですね。いろいろと言われました、コロナの時にね、どうのこの病院がどうのとかないとか、ベッドがないって言われましたけど、日本って超平和なんです、これ。ここの超平和であるということについて、まず多くの国民が理解しているんです。多くの国民が理解しているから選挙に行かないし、投票率が低いんです。投票に行こうとかね、今の自民党政府はどうのこうのとか言いますけど、選挙に行かない人が多いということは平和な証なんです。これをね、その選挙に行く人たちは、投票に行かない人がダメなんだとか、こういろいろと言いますけども、だって選挙に行く必要性がないからですよ。これがもしね、自分の友達が倒れてる、まあ家族が病気になった、医者に連れて行く救急車呼んでも、あんた税金払ってないから救急車行きませんとかって言われたら、初めて政治に関心持つんですよ。投票に行くんですよ。どっかから外国からミサイル飛んできて人が死にました。どうなってるんだこの国の外交は、防衛はどうなってるんだ。戦死者が出たり餓死者が出たら、選挙に行ってない人は選挙に行くようになるんです。これがもうある意味自然のことなんです。だから今の日本が危ない危ないって言ってる人いますけども、その危ないって言ってるやつの方がむしろ危ないです。大丈夫かと。もちろんね、僕も危ないと思ってますよ。でもそれを平和だと思ってる人に押し付けようとしたら余計に怖がられるわけですよね。だから投票率が低いっていうことが平和の証であるっていうことをまず理解をしておいていただいた上で、僕は投票率が低いから、この低い人たちに訴えていこうというのが今回の新小派党構想なわけですよ。で、じゃあ平和だからって言って常に平和と有事っていうのはどっちかですよね。平和がなくなると有事、戦争になる、戦とか戦争になるわけですね。で、こういうのって突然起こってくるっていうか、まあ前兆はもちろんあります。でも平和な時に有事のことを考えとかなきゃいけないですね。で、有事の時の政治家と平和な時の政治家は仕事をやる内容が全然違います。平和な時っていうのはできるだけそれを維持すればいいわけですね。有事の時っていうのは今の体制を一気に変えなきゃいけないから、ある意味独裁者的な人が必要になって、カリスマ性がある人が必要なんです。だから今の、昨日ね、僕岸田総理ともね、お話しさせていただきましたけども、今日本って概ね平和なんですよ。それは戦死者も餓死者も出てないから。でも当然世界では戦争してる国があるから、資源がね、資源とか食べ物が高騰してるから、生活保護の人、今日も名古屋高裁で逆転して生活保護の人買ってましたけども、生活が苦しくなってるから7万円ね、支給しようという法律を昨日通したわけですね。で、そういう形で最低限の生活をされてる方、厳しい方にはちゃんと福祉を提供してるから、全然岸田総理でいいと思いますよ。だって投票に行かない人は別にいいじゃん、今のままで誰がやっても一緒じゃないって、そう変わらないよねと思ってるから投票率が低いんです。だって国政選挙でも半分しか行かないのに、今やってるね、浅川の選挙とか上尾の選挙、市議会議員選挙なんて 30% 台ですよ。言って有権者の3人に1人しか行かないんですよ。それはそれぐらい浅川市も上尾市も平和だっていうことなんですよ。で、行く人は市から何らかの何か利益をもらってる人は、仕事をもらってる人たちもいっぱいいるんで、本当に住民たちは市の行政とかに対してはもう特にあまり不満を持ってないから選挙に行ってないっていうことなんですね。で、この選挙に行ってないイコール平和であるっていうことを僕は前提に、だから自民党案に対しても賛成をしてもらってるわけですよ。まあ、うちの党としては賛成してるわけですね。ただこのまま放置していていいのかって言ったらそうではないので、先々を見ていってるわけですね。で、今のうちにこの間もなく中国がむちゃくちゃなことをしてくる、あるいはアメリカの方が先制攻撃する、まあ第三次世界大戦がもうすでに残ってるのかもしれないし、そういう可能性ってめちゃめちゃ高いわけですよ。だからそのために今準備をしているっていうことなんですね。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、不倫路上カーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、一人で始めた放送局、
NHK まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテッカー